鏡島線とは、岐阜県岐阜市内の千珠道駅と西鏡島駅の間を結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線。千珠道駅から西側の鏡島村へと伸びていた路線で、1924年に美の電気軌道により開業した。当初は、他線と接続していなかったが、開業翌年の1925年に岐阜市内線と接続した。 1944年に不要不急線として一部の区間が休止となったが、1954年に営業を再開し、同時に長良川東岸の相渡り橋まで延長した。この際に、鏡島駅の位置が千時道、起点4.0キロ地点から3.4キロ地点の場所に変更されている。岐阜市内線と直通運転を行っており、 車両も岐阜市内線と共用で一部に平洋軌道の区間もあったが放置上は岐阜市内線と異なり全線が地方鉄道法に準拠していた1964年に廃止され名鉄バスに転換された末端区間は約10年の営業であった名鉄が2004年10月1日に岐阜市内のバス事業を岐阜乗り合い自動車に譲渡したため現在は 岐阜バスが代替バスを運行している。また、鏡島交番の西側及び工房口駅付近の一部は、市道に置き換えられて、名残があるものの、東鏡島駅は、旧、中山道寄りに路線が設定されていたことからも東、鏡島付近や工房口から、西鏡島については廃止以後の道路、宅地開発での区画整理により、路線の名残は、全く残っていない。 西鏡島から穂積、牛巻を経て、大垣への延伸構想や、近鉄養老船との相互直通構想もあったが、立ち消えになった。今を p 5 2に及び、岐阜地区各船連表、ピアニッシも139から140。より、ありがとうございます。